ハンス・ブルクマイヤーはドイツの画家、版画家。ブルクマイヤーはアウクスブルクに画家トマス・ブルクマイヤーの子として生まれた。ちなみに、ブルクマイヤーの同盟の息子も画家である。1488年、コルマールでマルティン・ショーン・ガウアーの弟子となるが、ブルクマイヤーが通常の修行期間を終える前に、ショーン・ガウアーが亡くなってしまった。その後、アウクスブルクで仕事をし、 1498年には親方となり自分の工房を開いた。1507年にはイタリアを訪れそのスタイルに影響を受けた。ホルスタインはブルクマイヤーの手になる木版画が全部で834。そのほとんどは本の挿絵でそうでないものは100ちょっとしかないとした。その中で特に優れたものは構成が際立っていて完全にとはいかないまでも イタリアルネサンスのスタイルとブルクマイヤーの根底にあるドイツのスタイルがブレンドされている。1508年頃からは新生ローマ皇帝、マクシミリアン一世のために規範画制作に多くの時間を費やし、それは皇帝の亡くなる1519年まで続いた。マクシミリアン一世の外旋と題された135の規範画のほぼ半分は人物を画面いっぱいに描いていて、 高い評価を受けた。他には、バイス級日ヒと、トイヤードンクの差し絵のほとんどを手掛けた。ブルクマイヤーは、キアロスクール版画の発明者としても重要な人物である。1508年に最初に一つのトーンブロックを使った。死に驚く、恋人たちでは三つの版木を用いた。 ラインブロックでは満足な仕上がりにならなかったので、最初に色のみで印刷するように設計した。ハンス・バルドゥングやルーカス・クラナッハによる以降のキアロスクール版画では、ラインブロックも使われるようになった。ブルクマイヤーは成功した画家で、アウクスブルクシミニや皇帝の宮廷のメンバーのために宗教画も制作した。それらの多くはミュンヘンやウィーンなどのギャラリーにある。肖像画は、 宗教がより現代的な感覚のものである。ブルクマイヤーは1531年にアウクスブルクで亡くなった。ありがとうございます。